映画愛好家の皆さん、こんにちは。映画業界であなたのお気に入りのスターの人生を掘り下げます。俳優たちの最大の映画とよく知られている見出し、舞台裏で続くすべてのあまり知られていない詳細について説明します。若い年が成功につながるのを見て、人生についての奇妙な事実、そしてレッドカーペットを越えて何をするか一緒に見つけましょう。みんなの好きな星について必要なすべての情報を持っています。映画やシリーズに関する最新ニュースをいち早く受け取りたい場合は、フィルムイズナウに登録し、通知ベルをタップして、すべてのデバイスで更新されるようにしてください。今日のビデオはトム・クルーズについてです。MCU でのアイアンマンの役割の最初の選択肢でさえあったほど有名な俳優でした。他の約50の国際映画に出演していた。何年も、レッドカーペット、パパラッチ、数百万ドルが費やされる前は、多くの俳優がかなり普通の生活を送っていました。しかし、特にトム・クルーズの育成は、彼が今いる場所から信じられないほど遠く離れていた。子供の頃、彼の家族は貧困状態の近くに住んでいたことに加えて、父親が彼と彼の3人の姉妹を定期的に殴いていることを思い出します。クルーズはもともとニューヨーク州のシラキュース出身でしたが、父親がカナダ軍で働いていた60年代から70年代にかけて、幼少期のほとんどをカナダで過ごしました。一般的に、家族は決定的な住居を持っていることはない。クルーズ家族はしばしば町から町へと移り、小さなトムは15の異なる学校を変えました。子供が長年の友達を作ることは困難でした。そしてそれどころかいじめっ子の簡単な標的でした。また、ディスレクシアに苦しんでいて、学校を変えるときはいつでも、それが他の学生から秘密にして、違って見えないように最善を尽くした。数十年後、世界中で最も魅力的な男性の一人と、見なされていたけど、子供として彼は自分の外見に関してひどく自己意識を持っていました。特に、ホッケーの大まかな試合でかけた歯にとても恥ずかしがり屋でした。当時、俳優としての将来を想像していませんでした。信心深いカトリックの家庭に住んでいる非常に宗教的な環境で育ち、14歳での彼の最初のキャリア志望は司祭になることでした。教会の奨学金を取得し、オハイオ州の神学校に出席しました。高校のチームでレスリングをしている最中に彼が膝を負傷した後、俳優になるという考えが浮かびました。怪我のため、時間を費やす別の方法を探す必要があったので、学校の作品の一つを視聴することに決めました。そのため、18歳の時に、高校のドラマで小さな役割を楽しんだ後、多くの意欲的な俳優として、ニューヨークに引っ越すことにした。カフェで料理を片付けたり、ホテルのゲストのために荷物を運ぶなど、いろいろ仕事をした後、テレビに出演することを期待してロサンゼルスに引っ越しました。500ドルしか持っていなかった。そして業界でそれを作るために、彼自身に10年を与えることにした。しかし、成功は予想よりはるかに早く来ました。デビューでは、ロマンチックなコメディ、エンドレスラブ、で世界的に有名な監督のフランコ・ゼフィレッリとすぐに働きました。非常に小さい役割でしたが、これが他の様々な役割に導きました。例えば、フランシス・フォード・コッポラ監督の成人時代劇、アウトサイダー。この間、クルーズはまだ自分自身を確立していて、永住権を持っていなかったため、ビバリーヒルズ、ロンドン、フロリダ、コロラドの間で時間を分けていた。また、いわゆるポップの女神シェールとさえ、様々な有名な関係を持っていました。でも、ほんの数年の後、彼の大きなブレイクアウト映画と考えられているもの、卒業白書、に出演しました。この映画は、シャツ、靴下、ブリーフだけで踊るクルーズのキャラクターが登場する象徴的なシーンで、よく知られています。1986年は大きな転換期を迎えた年で、クルーズは、彼の最も有名な役割の一つとして、大ヒット映画、トップガン、でマーベリックとして上陸した、息を呑むような空中スタントとアクションシーケンスを備えたこの映画は非常に成功したため、米海軍は海軍の飛行士になりたいと思った若い男性の数が 500% 増加したと報告しました。意欲的な兵士を雇うために、映画館の中に募集ブースさえありました。だけでなく、当時財政難にあった有名なサングラス会社レーバンは、マーベリックの有名なメガネが給与を 40% 増加させたため、映画によって救われました。年以上経った今でも、クルーズのキャラクターは非常に人気があり、2020年の80年代の続編である、トップガンマーベリックに出演しています。この大画面での驚くべき成功の間に、クルーズは女優ミミ・ロジャースに会って結婚した時、彼の私生活にもひねりを加えた。関係はそれほど長くは続かなかったが、彼女はサイエントロジー協会にクルーズを紹介した最初の人物であり、俳優の人生の基本的な部分となったトップガンでの役割の後、クルーズは典型的なアクション映画の男になったかもしれませんが、代わりにいろいろな役割を引き受けることによってキャリアを続けました。例えば、ほんの数年後、レインマンでダスティン・ホフマンと共演しました。
この感動的なコメディドラマで、ホフマンとクルーズは二人の兄弟を役割を果たした。この旅行の間、彼らはお互いを知るようになり、クルーズの性格は兄弟の自閉症について多くを学びます。レインマンの後、さらに異なるタイプのキャラクターを引き受けました。電気戦争ドラマ、7月4日に生まれて、のベトナム戦争の退役軍人であり、その直後、ホラー、ドラマ、インタビュー、ビズ・ヴァンパイア、ニータ、このゴシック映画によって実際にクルーズは奇妙なスポットライトに置かれました。映画のベースとなっている小説の作者はクルーズがキャストされたことに少なくとも満足していなかったので、彼を非常に高に批判した。しかし、映画を見た後、作者は心を大きく変え、デイリーバラエティの2ページの広告にドル 8.000 近くも支払って、深く謝罪しました。結局のところ、悪い宣伝であっても宣伝である。事件に関係なく、業界のほとんどの人物は俳優としてのクルーズの能力をすでにかなり確信していました。実際、とても愛された人物であり、ディズニーの大ヒット作、アラジン、がリリースされた時、人々はクルーズと映画の主人公の類似点に気づきました。これは偶然ではなかった。ディズニーのアニメーターは、実際にキャラクターをより魅力的にするためにクルーズの顔と髪の特徴を借りた。90年代初頭には、デイズ・オブ・サンダー、など、ナスカーレーシングの世界に入りたいと思っていた若いレーシングカードライバーなど、数多くの作品に選ばれました。しかし、世界的な人気は、ミッション・インポッシブルのスターになった1996年に統合された。これは数十億ドル相当のフランチャイズの最初の映画で、巧妙で経験豊富なスパイのイーサン・ハントを描写しています。20年間にわたる5つの続編があり、それらの浮き沈みが大きな成功を収め、史上最も人気のあるアクション映画の一部となっています。このシリーズに対するファンの愛の一部は、クルーズが完璧なアクションヒーローであり、多くのスタントを自分で実行したとしても、本当に全てをキャラクターに取り入れたという事実によるものです。異形のいくつかを述べるだけで、ミッション、インポッシブル、ローグネーション、で水中で6分間息を止め、飛行機の横にぶら下がっていた、ミッション、インポッシブル、ゴーストプロトコル、で世界で最も高いビル、ドバイのブルジュハリファの脇にぶら下がっていた。そして、ミッション、インポッシブル、フォールアウトを撮影している時に、作具から飛び降りようとしましたけど、失敗し、足首を折ってしまいました。しかし、数週間の回復の直後、セットに戻り、再び自分のスタントを実行した。しかし、どんなアクション映画の完璧なポスターボーイでもありましたが、それでもいろいろなジャンルを選んでみた、ザ・エージェントでの彼の役割のためにゴールデングローブを獲得しました。スポーツドラマで、スポーツエージェントの実話と彼の作品での苦労を書いています。その後、スタンリー・キューブリックの死去前の最後の映画、アイズ・ワイド・シャットに出演して、神秘的な秘密結社についてのエロティックな心理映画です。アイズ・ワイド・シャットで画面に表示されるクルーズのパートナーは、実生活で彼の妻でもあるニコール・キッドマンでした。二人は数年前にセットで会い、結婚の後二人の子供、イザベラとコナーを養子にした。キッドマンは依然としてクルーズがこれまでに持っていた最も有名なパートナーの一人ですが、ほんの数年後に離婚しました。キッドマンとの離婚後、クルーズは別の共演者であるペネロペ・クルスとロマンチックな関係を始めて、今回はロマンチックなスリラー、バニラスカイ、でした。数年後、クルスと別れた後、トムが従った宗教のサイエントロジー運動のリーダーが新しいガールフレンドを見つけるための秘密のプロジェクトを開始したという噂がたくさんありました。そんな情報源によると、実際にはサイエントロジストの女優の一連のオーディションがありました。この状況はクルーズによってしっかりと否定されましたが、ゴシップは彼のイメージをさらにスポットライトに押し込みた。2000年代初頭、クルーズはスティーブン・スピルバーグの成功したアクション映画、マイノリティ・リポートに出演した。犯罪者が行動を起こす前に警察が逮捕できる世界に設定されています。すべての注目を集めるペースの速いアクション映画があるため、多くの公衆は映画以外の様々な製品でクルーズの資質を見たいと思っています。しかし、クルーズは彼の肖像がビデオゲームやアクションフィギュアにされることの要求を常にしつこく否定してきた。実際のところ、マイノリティリポート、エブリバディランズ、ビデオゲームで彼のキャラクターは、ブロンドの髪をしています。2004年、クルーズは、ラストサムライ、での2番目のゴールデングローブ賞を受賞し、成功を収めた。19世紀のアメリカ兵として書いており、日本の武士とのつながりを示しています。クルーズのパフォーマンスに対する称賛に加えて、この映画は、戦闘シーンに使用された機械式馬の一つが故障した時にクルーズが死を避けた瞬間として有名になった。クルーズの共演者は間違ったタイミングで剣を振り回し、首から 2.5 センチほどブレードを止めました。次に、スティーブ・スピルバーグ監督と一緒に2005年の壮大な SF 映画、宇宙戦争に戻りました。エイリアンが地球を攻撃し、彼のキャラクターは化け物の侵略から脱出し、彼の子供たちを守らなければなりません。トム・クルーズは常にサイエントロジー協会に専念していたため、忙しい撮影スケジュールから時間を割いて、協会のすぐ外に設置したテントから協会に関するチラシや情報パケットを配った。
一般的にクルーズは教会のコミュニティ内で彼がどれほどうまく感じているかについて常に非常に率直でした。教会の活動に参加することは彼の失読症を助けるのに役立ち、それは彼が演技の最初の数年間彼と一緒に運んだと言いました。そして、女優ケイティ・ホームズとデートし始めた時、彼女もサイエントロジーを勉強し始めました。カップルはメディアでトム・キャットと呼ばれ、イタリアのサイエントロジストの式典で結婚し、ハリウッドの多くのスターが出席しました。また、結婚はサイエントロジー協会によって手配されたと推測される見出しもありました。ゴシップに関係なく、トム・キャットはクルーズの最も長い関係の一つであり、2008年に娘のスリが生まれました。クルーズは彼の関係に非常に興奮していたため、彼は有名なオプラ・ウィンフリーのソファにジャンプしてパートナーへの愛情を宣言しました。多くのアクションが盛り上がった映画でのクルーズの存在のため、常に画面に特にフィットした外観で登場しました。したがって、2008年に彼が太りすぎのスタジオエグゼクティブとして、トロピック・サンダーに出演した時、彼の外見は認識できなくなっていました。この効果は、ファットスーツを着用し、大きな手を偽造することで達成され、彼の外見は当初、ファンをさらに驚かせるための秘密として計画されました。常に健康を維持することから遠く離れたクルーズを想像するのは難しいです。カヤック、洞窟探検、ロッククライミング、ハイキング、フェンシングなど、あらゆる種類のスポーツを通じて自分の役割を訓練しています。この最後は絶対的なお気に入りの娯楽であり、常に友人のウィル・スミスとデビッド・ベッカムに参加するよう勧めています。これらのスタートの良い友達であり、デビッド・ベッカムの食事療法をしています。選手が厳しいダイエットに従っているので、これと呼ばれてた。トム・クルーズは彼の成功した演技のキャリアを続けており、日本は日本で毎年10月10日をトム・クルーズの日として祝うことを発表しました。ハリウッドは、史上最大の映画フランチャイズの一つであるマーベルシネマティックユニバースを立ち上げる準備をしていた。シリーズの最初の映画は、アイアンマンで、全てが最も愛されているマーベルのキャラクターの一人を中心にしています。みんなは今すぐロバート・ダウニー・ジュニアと彼を関連付けます。しかし当時、実際に役割は最初にトム・クルーズに提供され、トム・クルーズは最終的に提案を拒否しました。トニー・スタークのスーツを着たクルーズで、フランチャイズはどのようなものだったのだろうとみんなは今でも疑問に思っています。その後の数年間、クルーズは、ワルキューレのような歴史的なスリラーからキャメロン・ディアスと並ぶ、ナイト・アンド・デーのようなアクションコメディまで、数えきれないほどのその他の役割を果たしました。元軍警察官ジャック・リーチャーのような登場人物から、恐ろしい古代エジプトの王女を目覚めさせる、ザ・マミーのような冒険的なプロジェクトに従事するまでの範囲でした。ガンズ&ローゼズ、スコーピオンズ、ボンジョビ、そして基本的にロックの歴史における他の巨大な名前からの作品をフィーチャーしたミュージカル、ロックオブエイジズで、タトゥーをかぶった長い髪のロックスターを演じた。したがって、アクションヒーローとしての彼の有名なイメージを維持しながら、様々な異なる役割を書くことに恥ずかしがることはありません。イーサン・ハントとしての彼のスタント愛好家の役割は、ミッション、インポッシブル。フランチャイズの第7章に続きます。現在、クルーズは40を超える有名な映画に出演していますが、ファンのために常に時間を費やしており、通常、イベントで2時間以上費やしてファンと交流しています。ラで車にぶつかったのを目撃した野心的な女優に医療費として7000ドルを払ったとしても、常に自分の収入を有効に活用しようとしました。だから彼は本当に画面上でも実生活でもヒーローです。でも、トム・クルーズの何が一番好きですか？彼と一緒に好きな映画は何ですか？彼が、卒業白書で踊るのを見るのが好きでしたか？それとも、トップガンで彼のために応援しましたかな？以下のコメントであなたの考えをすべて教えてください。映画やシリーズの最新情報をいち早く知りたい場合は、フィルムイズナウに登録し、通知ベルをタップして、すべてのデバイスで更新されるようにしてください。大画面と小画面への愛情を共有したい場合は、この動画のすぐ下にある素晴らしいグッズを見てください。すべてのファンのために何か違うものを持っています。